おはようございます。12月17日金曜日の全国の天気をお伝えします。朝は近畿から東北にかけて広く雨が降り、関東周辺では強い雨や雷雨になる恐れがあります。また上空には今季一番の強い寒気が流れ込み、午後はだんだんと冬型の気圧配置が強まります。北海道は朝から雪が降ったりやんだり、東北の日本海側から北陸にかけても夕方以降は雪に変わり、どかどかと強まる恐れがあります。西日本の日本海側も午後は雪が降り出します。また一旦雨が止む太平洋側もにわか雨、にわか雪の可能性があります。午後は名古屋など雪に変わるところも出てくるのでご注意ください。また夜は全国的に風が強まります。冷たい風が強く吹き、ぐっと冷え込みます。特に日本海側のエリアでは猛吹雪、暴風雪となる恐れもありますので要警戒です。早めの帰宅が安心です。全国の天気をお伝えしました。今日も最新の気象情報はウェザーニューススマートフォンアプリからご確認ください。